長くね、怖いね。ベビースターの今ある固めてあるやつ。そう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 、はい、それのビッグバン。違います。違う。まあちょっとやっぱお湯欲しい。お湯欲しい。お湯欲しいわ。え、まだ同じ匂いする。いや、ほんとこれ絶対辛くないわ。え、さっ、あ、ちょっと似てるんですね、はい、さっきと。でもえ、これ食べるやつ。食べる。大家好，我叫高子。我减便时的陪伴就是丸子面跟科学面。这次回日本时，我带回就这两个分享给朋友们吃，然后顺便问看看他们比较喜欢的是哪一个呢？那我们来看看他们的回答吧。Let's go。あ、それ食べるの？え、それ食べるの？いや、手に出して食べるの？ネギが、ネギ、ネギが、ネギがやっぱラーメン。それ食べるの？うん、全然辛くない。ベビースターラーメン辛くないからさ、びっくりして。あ、なるほどね。あ、全然美味しい。美味しい美味しい。結構味しっかりしてるんですね。僕の年齢だったらもう酒のつまみになりますね。あー、なるほど。ねねねね。別に子供も多分おそらく普通に美味しく食べれるんですけど。はいはいはい。別にあれですよね。お湯入れてなんかヌードルにしてとかそういうのじゃないですよ。本当にスナック菓子をしてる。スナックです。いや、日本にないんじゃないかな、こういう味付けって今。いただきます。全然。うん。うまい。うまい。うまいですね。はい。香り強い。野菜たちの味がするんです。ああ、野菜の味もすると思います。すみません。野菜の味がするんだ。そうなの。野菜、そうだと思います。いただきます。うん。意外とあっさり。思ったより薄い。ああ、そうなんだ。ちなみに日本人は受け入れやすい味だから。うん、全然。なんで笑ったの？なになになに？ベビースター。これ日本人受け入れやすい味だと思う。これはもうみんな食べ慣れてるから、もうバッチリ入る。え、これなんだろう。まず初っ端手が出てくるんですけど、何なんだろうこれ。インスタント麺。化学麺？何化学麺って。怖いね。ダンブルドア先生に。同じ意味なんですか、こっちの日本語の化学と。一緒一緒一緒。じゃあどういうこと？あがくね、怖いね。ベビースターの今ある固めてあるやつ。そう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 。それのビッグバン。違います。違う。まあちょっとやっぱお湯欲しい。お湯欲しい。お湯欲しいわ。え、まだ同じ匂いする。いや、本当。これ絶対辛くないわ。え、さっ、あ、ちょっと似てるんですね、はい、さっきと。でもえ、これ食べるやつ。食べるやつ。そうです。入れて、で砕いていただいて。なるほど、なるほど。あ、なるほど。こんなの。そっちか、くん。匂い。なぜそれ出したの、手元で。なんか、ちょっと全貌を知りたくて。あ、全貌。それを振りかけて、麺を砕いて食べるものですよ。あ、え、お湯入れて、お菓子として食べる。そう、お菓子として食べる。面白いね。それは科学ってこと。結構科学が引っかかってくる。科学はすごい気になる。食い物に日本で科学つかないじゃん。麺を砕いて食べる。ああ、なるほどね。ああ、美味しそう。なんか非常食やな。多分。おかしいやつ。そういうことなんだよ。手に出さないですね。武器に食べさせて。ごめんごめんごめん。うんうんうん。海鮮。海鮮？海鮮の。海鮮？海鮮の味がする。嘘でしょ。入ってない。ないよね。海鮮エキス言ってるけど。海鮮エキス。イカ、イカ。イカ。タコ。タコ。多分。ん？これ本当に合ってるんですか？味は別に悪くはないし。でもやっぱ袋麺は。こうやっぱお湯入れるんじゃないの？そのまま、本当にそのまま食べるやつ。美味しいんですよ。美味しいです。別に美味しいんですけど。ちょっと日本には馴染みがない食べ方だなっていう。科学、何が科学なんだろう。入れるときに大きい声で入れるよって言わないと入れちゃダメなんだ。入れるよ。おお、そんな大きい声出した巻き初めて見た。いただきます。うん、ちょっとピリ辛で美味しいです。いただきます。うん、うまい。うまい。日本にはないでしょ。ちょっと分かったかも。科学分かった。科学感あった。科学感出てきた。出てきた。いただきます。
辛い。胡椒の辛さがある。さっきのよりはちょっとスパイス効いてて美味しいかな。魔法の粉をかけて食べてる感じ。いつもの魔法の粉とどう違う。いつものとは違う。いつものとは違う。ちょっと違う。どれだよ。はじめ。ポケモンあるってやな。あ、そう。ポケモン。シャオ王子麺と化学麺どっちの方が好きですか。あ、でも味で言ったらこっちですかね。こっちの方が美味しいです。じゃあ日本人がもしコンビニにあって買うなっていうのはどっちの方が。 あったらお菓子としてあるんだったらこっちの方が純粋に味付けも含めて売れると思います。こっちはおそらくもう日本の文化的に、はい、あのもう袋麺ですよね。要はお湯入れて、はい、あの要は茹でて、はい、あの食べるやつだったら実は袋麺です。おいそれ食べるもん。本当に冗談。今の冗談。今の冗談なのね。あ、そうなんだ。なるほど。何が過酷なんだろう。どっちが好き？こっちです。こっち。僕はなんかこのなんかうん。なんかなんていうんですか。でこのなんか面白い感じが好きです。これはちょっと。アニメ見ながら食べたいです。 どっちがうまい。こっちこっち。あ、こっち、日本人が受け入れやすい味だと思う。それは思うこれいいよ。おつまみにもなるし、こっちの方が好きかもしれない。あ、こっちの方が好き。味的にはうん、こっちはいいと思う。こっちもいいなんでこれなんでこれ違うか。じゃあこれはうまい。